はいどうもこんにちは、カジマックです。先日ウーム所属の有名 YouTuber さんたちの T シャツが発売されたんですけども、僕もね実は購入してみました。今日はこの箱を開けていきたいと思います。で実は僕3枚買う予定だったんですけどね、この箱の中身2枚しか入ってないです。で実は買いそびれたのは瀬戸康史さんのプーン T シャツです。僕がアマゾンでこの T シャツ物色してる時に、ちょうど瀬戸さんがこの T シャツの発売に関する動画上げてたんですね。でそれを見ながらちょっとダラダラしてるうちにね、売り切れちゃいました。買い物ってねちょっと大げさなんですけども、特にネットショッピングの場合一瞬の差で勝負決まる時あるんで、ためらいは禁物だと思いました。とはいえね、ちょっとためらう理由もね少なからずあったんですね。今回発売された各 YouTuber さんの T シャツのデザインなんですけどね、まあ僕みたいなおっさんには似合わないようなデザインが多いんですね。これね僕があと20歳ぐらい若かったらね、ためらずに買ってたと思います。でね、実はもう一つためらう原因っていうのがあったんですけども、とりあえず出していきたいと思います。でまず1枚目なんですけどね、やっぱりこれです。いきますよ、せーの。はい、ジェットライスクさんの T シャツ購入しました。見えますかね、ゴージャスって書いてますね。これね、ジェットさんのトレードマークでもあるインベーダーサングラスがプリントされてます。これならね僕ね普通に外で着ていきたいと思います。はい、それでは2枚目出していきたいと思います。いきますよ、せーの。ちょっとね分かりにくいと思うんですけどね、めぐみさんの T シャツを購入しました。ちょっと開けてみたいと思います。めぐたそうって書いてあります。僕ねめぐみさん大好きなんです。大好きなんですけど、これはちょっと外では着れないかな。これ僕が外で着てたらやばいっすよね。でもねそれはね本当いいんです。僕ねファンなんでね、こういうもの出してくれるっていうだけでねすごく嬉しいんでね、今回ゲットできてよかったです。はい、それでは最後にねこれ着替えて終わりたいと思うんですけど、実はねもう一つの心配っていうのがねサイズの問題なんですね。これね2枚とも一番大きいの買ったんですけども、一番大きいので L サイズなんです。で気づかれてない方多いかもしれないんですけども、実はね僕ね結構ねデブなんです。で僕 T シャツ買うとき普段 LL なんですね。でアメリカンサイズだったら L でいけるんですけども、でもね持った感じ結構大きく感じるんでね、一度着てみたいと思います。はい、それでは着替えたいと思います。いきますよ、せーの。ちょっとだけきつい気するんですけどね、なんとか入りました。やっぱ僕みたいなおっさんが着るとやばいっすよね。僕ねめぐみさん大好きなんです。大好きなんですけどもね、やっぱりちょっとやばいっすよね。ということでね、これからもたまに撮影の時なんかにも着ていきたいと思います。はい、ということで今回はウーム所属の有名 YouTuber さんが T シャツ販売されたので、僕の大好きな瀬戸さんの T シャツは買えなかったんですけども、ジェットさんの T シャツとめぐみさんの T シャツ買いましたっていう動画でした。はい、今日も最後までご覧いただきありがとうございました。またお会いしましょう。カジマックでした。はい、ジェットさんの T シャツも開けてみました。ゴージャス、かっこいいですよね。はい、こっちがめぐみさんの T シャツです。これ2枚とも1980円でした。コスパめちゃめちゃいいですよね。で僕今までねこういう買い物って自分のお小遣いから出してますっていうお話してたんですけども、今回ねこれ衣類なんでお家の生活費から出してもらいました。ちょっとねラッキーでした。